分科会を再開いたします。休憩前に引き続き質疑を行います。それでは河合委員どうぞ。はじめに一つ確認したいことがあります。先ほどの赤坂委員の質疑で台風21号の時に、どなたのものかわからないゴミについては町美化事務所が直接収集するという災害ゴミ対応について、広島等への災害派遣を踏まえて一番良い方法を取らせていただいたと答弁がありました。今後も災害発生時については同様の対応を取られるということを確認したいんですがいかがでしょうか。八代部長。はい、災害発生時市民の皆様が非常にお困りの時でございます。そうした中、市民の方が、非常に困っていられる中何もしないということは決してございません。同様の対応かどうかは別にして、ご答弁申し上げましたように迅速かつ、丁寧な作業を心がけて、対応の方をしっかりとやっていきたいというふうに考えております。河合委員。迅速かつ、丁寧にということで災害ごみについて今後も今回のような対応されるというふうに私たち思います。そのように求めておきます。でまた一つ資料をお願いしたいので後で委員長を図っていただきたいんですが今回新たな対応を取られたことについて町内職員にその対応を徹底された指示文書を、資料として請求したいと思います。このまま質問続けます。はい、私の質問ですが大原野の参拝不法投棄、失礼します、放置の、指導解決についての質問したいと思います。豪雨の後に大原野の方に被害なかったですかというふうに尋ねたときに花の寺の手前に参拝が積んだままのところが崩れへんか心配やというお声がありました。でこの場所は平成13年頃から問題になっておりました、大原の北春日町のところなんですけれども裁判にもなって平成16年4月に事業者が逮捕されるということがあった事案です。で本市として事業者に指導もされているということですけれども、もうだいぶ遡りまして平成16年5月24日の厚生委員会では我が党議員が質問した際に基本的にこの堆積物が撤去されるということを目指してまいりたいと事業部長の答弁がありました。しかしその後の現場は長年放置されてきているという状態です。で少なくとも地元の方はもうほったらかしやというふうに感じておられます。堆積した廃棄物の前には狭い道路を挟んで民家があるんですが堆積物の周りには西京土木事務所がコーンを置いてそこ通ったらダメだというふうなことにはなっているんですけれども地震、台風、大雨こういった災害が続くとますます住民の方は不安です。命に関わるというようなことをよう言わはるけどここも一つ違ったら命に関わるというふうにおっしゃっておられました。一刻も早い対策がいるというふうに思っておりますがどう認識されていますか。またどう対応されていますか。福井部長。西京区大原野の北春日町今議員おっしゃいました花の寺というふうに一般に通常言われてます庄司寺さんの行く手前のところでございます。そこのところで産業廃棄物の堆積がございまして過去、平成16年の時に改善命令を私どもが発出しております。で改善命令について、事業者が応じないということで私どもも刑事告発し、司法裁判等になった事案でございます。事業者は廃棄物処理法上のペナルティは一定課されておるんですが廃棄物の撤去に関しては当然行為者に義務があるということで平成16年からもうすでにもう十数年が経っておるわけでございますけどもこの間ずっと事業者の方には撤去の指導をしておるところでございます。で事業者自身の状況であまり詳細なことは申し上げられないんでないんですが事業者自身はもう京都市域内では事業を廃業しておりまして事業活動していない。でただ自分の生活のために自活はして
ておるということで、私どももう連絡が取れる状況にはなっております。行方不明ということではなくて連絡が取れる状況でございますので、その都度、ずっと継続して撤去の指導等はしておるところでございますが、残念ながら事業者の方に現在、十分な視力がないという状況で、周囲の住民の皆様には大変ご迷惑をかけておりますが、状況が、変化していない状況になっております。川合委員。はい、今地元の方の声を紹介してこの状況を、一刻も早い対策いると思うけどどう認識されていますかということについて伺いました。台風12号、21号、24号、25号と来たその後、私現場に繰り返し行ってるんですけれども、この堆積物が落ちないようにされている場所っていうのは鉄の杭を打たれて、ガードレールのような板を横にこう鉄の板並べて崩れないようにされてるんですけれども、鉄がすでにこう腐食をしておりますし、少し力が加われば崩れてしまいそうな箇所もあります。で、崩れてるところもありますし、かなり傾いてきている。で、雨が降ると泥水が流れるっていうのはその当時からずっと言われていることなんです。で、住民の安全のために事業者が撤去作業を せず先延ばししているのは問題であるということは分かっているんですけれども、住民にとってはとにかく早く撤去してほしいと、安全にしてほしいという思いです。行政が責任を持って対策することが求められているんじゃないでしょうか。福井担当部長。住民の皆様 の気持ちというのは我々も十分理解しておるところでございまして、今回の雨あら台風等の直後には状況を確認しておるところでございます。で、その不安心配というお声については我々も十分理解しておるところでございますので、事業者の方には厳しく塀の修繕といいますか塀自体の対応も含めまして、事業者の方に指導しておりますので、今後とも対応としてはきちっと厳しく対応してまいる所存でございます。川合委員。今日の議論でも参拝の問題で、小栗栖、お岩山 の話が出てたんですけれども、何が起こるやわからないという状況の中でもう十数年来そのまま置いとくということは大問題だと思うんです。で、住民の皆さんの命関わってるというふうにおっしゃっている、そこで言えば崩れないように指導というのもそうかもしれませんが、行政代執行、こういったことも含めてね、もう本当にいつ地震が来るかわからない、これだけ災害続きの時ですから考えていただきたいというふうに思います。それから、この答弁後でまたいただけたらと思うんですが、続いて次の話に移りたいと思います。ゴミの、問題なんで、災害の際にゴミの処理と関わって質問したいと思います。9月の台風21号では町美化の皆さん本当に通常ゴミ収集に加えて飛来物等の災害ゴミ収集お疲れ様でした。本当に感謝されている声は私も聞いています。で、一方で被災された方の自宅の災害ゴミ、これ自分で処理しなければならず、ゴミ処理の減免制度は罹災証明があることが前提となっておりまして、ゴミを持ち込んで処理する際に、その処理について減免されるというものなのですが、実際に、その点で、困っておられた事例があるので紹介して質疑したいと思います。屋根瓦が飛んで雨漏りをしたために、部屋の絨毯が水浸しになった方がありました。で、生活するためにはそのまま置いておけないので早く片付けざるを得ないと、大型ゴミとして手数料を払って処理をされたんです。で、その後罹災証明の申請に行かれてゴミ処理手数料が減免できるということが分かられた。ところがすでに収入した手数料は、返せないということが条例に決まっているから、その手数料の減免は受けられないというふうに言われたんだということを聞きました。でもその方は
納得できないと、公平でないんじゃないかというふうにおっしゃられました。私もそれはそういうふうに同じように感じました。でこういうケースが他にもあるんではないかなというふうに思うんです。で被災された方に広く支援が できるような柔軟な運用ができるようにすべきではないかとその時思ったのですが、この点いかがでしょうか。福井担当部長。すみません、先に前 のご質問で行政代執行について考え方答弁ということでご質問ございましたので、先にその分だけご答弁させていただきます。産業廃棄物の、不適正な処理に関します行政代執行につきましては、廃棄物処理法等に厳密な手続きがございます。従前から、平成16年の時から同じご答弁を申し上げているはずでございますが、法律に沿った厳密な解釈の中で、今回の件この、大原野の件につきましては私ども行政代執行が、できないというふうに現在は考えておるところでございます。行為者として、実際にここに ここに保管をしてきたこの事業者に関しまして、厳しくその撤去を対応していくというのが私ども の現在考えておる姿勢でございます。以上でございます。村中環境企画部長。はい、災害ごみを持ち込まれた時の処理手数料の関係でございます。処理手数料を、先ほど話出てましたように京都市が収集すれば手数料関係ないわけですけれども、クリーンセンターに持ち込んでいただく場合でありますとか、大型ごみとして収集を依頼される場合というのは処理手数料をいただくというのが先ほど先生もお話ございましたように条例で決まっております。でその処理手数料ですけれども、特別な理由がある場合は減免ができるということで、その減免も条例に沿った形の制度を運用しているところでございます。で先ほど事情はお聞きをしたところではございますけれども、すでにお支払いをいただいた手数料については、条例上お返しができないというのが明記をされているところでございますので、柔軟な対応というのは事情は分かるんですけれども、そこはお返しをできないということになってまいります。ただ、お困りの方何もできないのかということでいろいろ対応を取れることは取ってきているわけでございますけれども、やはりそういう制度を周知をしていくということも大事かと思います。先ほどもホームページの話も出ておりましたけれども、必ずしも災害に遭われた方への支援というのはこれだけではございませんので、京都市他にも支援制度たくさんございます。そういったものが一括してホームページで紹介がされているということで、そこの一番上には私どもの その手数料減免も載っているわけでございますけれども、引き続きそういう周知には努めてまいりたいというふうに考えております。かわいい、はい、大原野の件につきましては住民に被害が及んだり、ちょうど花の寺に向かう道ですので、そこを通っておられる方などに被害が及んだらえらいことだと思うんです。そうならないように迅速な対応をで強力な指導をということを求めておきます。それから今 のゴミの件ですけれども、先ほど事例を紹介した方の場合もそうなんですけれども、制度を知られたのが遅かったというのもあるかもしれませんが、そこでは周知の問題と合わせてホームページだけではない周知もいるということと、実際ね、罹災証明申告されても数日かかるわけですね。でも生活はしていかなければならない状況の中でいろいろあると思うんです。で京都市が特別持っている制度、被災者住宅と再建と支援制度、これが適用される場合には被災された方が、その住宅再建される際に被害に遭われた時の例えば瓦だとか家の一部損壊があった場合、それの処理する部分も含めて支援される、そういう制度になっています。ですから今回この一般廃棄物の減免が被災された方支援する制度としてあるにもかかわらず、それが適用されるべきであっても、被災証明発行されていても使えた人と使えなかった方があるというのもやっぱり私はおかしいと思いますし、この矛盾は解消されるべきであるというふうに思います。で先ほどの例で言えば先に払った方の場合ですが、被災証明が発行されるまでゴミをずっと
暮らしでおられるそこに置いておかなければならない。これは大変なことでありますし、先に自分でこう出たゴミの処理に払っておられた方も、先ほど言いました被災者住宅と再建支援制度というのは、それも含めて後で行政から返ってくるという仕組みであるというふうに思うんです。ですから、そういうふうに考えた場合に、先に処理されたゴミ処理された方についても訴求して、そのまま制度が適用されるようなことも含めた対応の改善が必要ではないかというふうに思います。再度答弁願います。村中部長。はい、繰り返しになって申し訳ないんですけれども、現在の条例上のルールとしては、一旦お支払いをいただいたものはお返しができないということになってまいります。引き続きその周知には努めてまいりますけれども、やはりその特例として減免する場合、やっぱり事前の申請というのが大事かと思いますし、あるいはその今ここにゴミがあってお困りやということであれば、まあ別の手立てもあるいは考えられる可能性もあります。ただそれが手数料 そのお支払いいただいたものを返すという訴求適用だけが救済策ではないと思いますし、それも含めて引き続き取り組んでいきたいと思います。河合委員。先ほどお話ししました被災者住宅再建等支援制度から考えたら、先に業者さんに払われて、後からそれについてゴミ処理もされた費用も含めて支援される制度だという、そこの部分についてはそういう認識でおられますか。そこから考えたらそれと同じではないかということを私は申し上げておるんですけれども。村中部長。すみません、その支援制度について詳細は存じ上げてないんですけれども、それは例えば、事業者の方に、業者さんの方にお支払いをいただいた相当分が、まあ、その何らかの公的機関から返るということであればですね、私どもがいただいた処理手数料をお返しするかどうかという話では少し違うのかなという気はしてお聞きをしたんです。河合委員。そういったことも含めて今はそうなっていない現状は分かりましたけれども、そういった方も含めて、制度が柔軟に本当に被害に遭われた方に公平に適用されるような、環境政策局としてもその対応の改善を求めたいと思います。で最後に、ゴミ袋の問題を質問します。でゴミ減量の取り組みは分別の種別の拡大など行政と市民の協力努力の中で進められておりまして、これ決算年度で言えば途中減量ペースがダウンしたということを、ね、広報もされながらでしたけれども、家庭ごみ、燃やすごみ、事業ごみなど一昨年よりもさらに減量が進むという状況でピーク時から半減しているという説明がありましたが、本当にこれら努力の中で進めていただいていること、さらにこれ前進めていただきたいと思うんですが、その中で以前からも申し上げていますが、私は市民と行政の共同で家庭ごみをどうしていくかということも大事ですが、加えて事業系ごみの分別をさらに徹底することで前に進むんではないかというふうに思っています。この点についてまず伺いたいと思います。八代部長。はい、ゴミ減量に関しまして、家庭ごみも大事だけども事業ごみも減量の取り組み大事ではないかというご趣旨の質問でございます。先生のご指摘の通りでございまして、事業ごみについても、家庭ごみと同様にさまざまなアプローチを、する中で事業所の方々にもご協力を賜って、この間減量が進んできたところでございます。例えば一例としまして、始末の心条例、これで紙ごみの分別義務化ということでの、お願いをしたわけでございますけども、脱紙だけで見ましても、26年度と27年度を比較しますと、すいません、27年度と28年度を比較しますと、約1万トンの脱紙の減量が進んだというような実績もございます。その他、現在食品ロスの取り組みもいろいろと
収集お願いしているところでございますので、家庭ごみと合わせまして事業ごみもしっかりと、力を入れて、我々としても進めていきたいというふうに思っております。かわいい。事業系のゴミのところもかなり指導されたり、する中で減ってきているということを伺っているんですけれども、家庭ゴミの部分でも私は分別して出す部分で言えばもう少しこう丁寧な説明といろいろ冊子等も出されてますが、職員さんが出向かれて現場で話しされるなどしたら、減量進むのではないかなというふうに思っています。そういうことを進める中で、目標とされているゴミ減量を進めてもらう。でこの間の議論の中で、私たちは、有料指定袋を、市民がこう努力する中で、ゴミが減ってきているのであるから、市民に還元せよということを求めてきました。でこの間のその議論の中で言うとなかなかそれが、そうはなってないわけですけれども、決算年度の、有料指定袋の財源の使い道などを見ておりましても他局所管の事業に相変わらずこう使われていて残りはこう基金に積み立てるという方式、これはやはり一番還元されるべきは市民の暮らしの部分だというふうに思っています。でぜひゴミ袋代を下げるっていうところに使っていただきたいというふうに思いますし、昨年度もゴミ袋値下げを求める声議会に請願や署名がたくさん寄せられました。これらの声に応えて、家庭ゴミ袋有料指定袋は値下げすべきですし、この間プラスチックの分別等本当に進んできています。でリサイクルのために市民が本当に努力されているこのゴミについてはぜひとも無料にしていただきたい、この検討をぜひとも、ね、行っていただきたいというふうに考えていますが、この点いかがでしょう。八代部長。はい、家庭ごみ有料指定袋の、値下げについてのお話でございます。家庭ごみ有料指定袋につきましては、家庭ごみの減量促進、また費用負担の公平化、それらを目的にした制度でございます。先生もおっしゃっていただきましたが、これまでから市議会の方でもこの点に件については、議論をさまざましていただいて、議論を我々としては尽くしてきたのかなというふうに考えているわけですが、非常に現在ごみ減量39万トン達成に向けて大切な時期でございます。また、燃やすごみで言いましたら1リッター1円資源袋で言いますと1リッター 0.5 円、これはもう他都市と比べても平均的な価格でございます。そういう中、情勢も変わらない中、今家庭ごみの価格を引き下げるということにつきましてはこれまでからたびたび申し上げている通り値下げする予定、考えはございません。河合委員。決算年度でもやはり環境に寄するということで他局のいろんな施策にこの有料化財源が充てられているということですが、ここについてはやっぱり市民の理解が得られない部分がたくさんあると思うんです。本来の業務でやられるところはきちんとその部局が予算化されるべきだというふうに市民の方からも声聞くときがありますし、そうでなかったらそのゴミ袋は結局自分たちが納めている税金と合わせてもう一度家庭ゴミの、処理の手数料払って2回払っている税金をダブルで取られた、そのことが回されているというの認識をされていますが、私もその通りだというふうに思います。市民と局との協力の中でこの間本当にゴミが減ってきている、そこにぜひ信頼してもらってさらに協力してゴミ減量を進める。でそれと合わせて市民の願いに応えてゴミ袋の値下げの検討を合わせて行っていただきたい、このことを強く求めて終わります。
進行します。あ、そうすいません。先ほど、河合委員から、要求のありました災害ごみへの対応に関する、町内職員への指示文書についての資料は理事者提出できるでしょうか。八代部長。はい、今般の台風21号、まあ、これに関連しまして、本庁舎の方から、町美化事務所収集現場の方に、まあ、こういう対応をしてくれということで、発出しました、事務部文書がございますので、そちらについて提出させていただきます。はい、理事者提出できるとのことですので委員会資料として提出を求めることにご異議ありませんか。はい、ご異議がありませんので委員会資料として提出を求めることに決定いたします。理事者におかれては速やかに提出していただくようお願いいたします。それでは森田委員どうぞ。私からも災害ごみについて少しまずお伺いしたいと思います。台風21号で市民の方からは私も相談を何件か受けまして、どこからともなく波板が飛んできたとかですね、また自分の田んぼの用水路にねたくさん上流から物が流れてきてもう詰まってどうしようもないとかですね、私の家にもどこからか木材とかが飛んできたりしましたけど、環境政策局とまた建設局の皆さんには大変ご苦労いただきまして、先ほどは9月1ヶ月で環境政策局で2600件ですか、まあ、超えるような市民からのお要請というか連絡があったということでしたけども、それと加えて建設局の方についてはまあどれぐらいの出動があったのかということと、あと一般廃棄物処理手数料の減免ですね、この自宅が被災された方のこれについてもまあどれぐらい申請があったのか、それとまあそれぞれ、まあゴミの回収に行かれてそのゴミの量がどれぐらいになったのか、ちょっとまあそこはまだわからないのかもしれませんけど、その規模を分かる範囲でこのあたり教えてください。村中環境企画部長。ちょっと建設局の件数についてはちょっと把握しておりませんので申し訳ないです、分からないんですけれども、災害ごみ の処理手数料の減免でございます。台風21号の関連でいきますと現在のところ、2件、申請がされております。八代部長。はい、回収量につきましては今どの程度の回収量があったかというのはまさにまあこれから精査していく必要がございます。ただ、正確に算出することが、まあ、他のゴミと一緒になっているというようなところもございますので、まあ、どこまで、まあ、正確な数字を算出できるかというところもございますけれども、まあ、検証として、まあ、一定程度これぐらいの回収量があったなというところで、算出はしていきたいというふうに考えております。森田委員。今八代部長から少しありましたけど災害ゴミに混じってね不法投棄、ついでになんかいろいろ捨てたはるというような話もよく耳にしまして、例えばそのテレビとかねくるまれた布団とかね、あとタイヤ4本セットでその取りに来てもらうところに一緒に出されてるような話も聞いたんですけれども、そういう時そのゴミはどのように環境政策局で対応されたのか教えてください。八代部長。はい、実際のところですけども、まあ、ある地域の場所にいついつまでに出してくださいねと、まあ、いうようなことで、まあ、地域で調整されて、まあ、我々が取りに行かせていただいたところ、まあ、先生ご指摘のようにこれはどうも災害に伴って出たゴミではないなというものも実際に出ているようなケースがございました。ただ
そのゴミがどなたの家から出されたものかというのは、判別がしにくいと、まあ、できないという状況がございますので、放置したまま、我々が収集しないということになりますと、道路交通上支障が来たしたりとか、あるいは見た目ももう一つ悪いと、いうような状況がございますので、今回の台風21号の中では、ちょっと我々として疑念を持ったごみでも収集の方をさせていただきました。ただこれはちょっと明らかにということで、地域の方にお尋ねした中で、これは誰々さんとこの方からかなというような場合にはお声かけさせていただいたケースもございましたけども、原則としては収集させていただいたというところでございます。森田委員、そういった不法投棄も含めて、環境政策局で2600件以上、集められて、多分土木事務所関連でも行動の方も通報もたくさんあったと聞いてますし、かなりの、量を回収されたというふうに思ってるんですけど、その膨大なゴミの量ですが、今32年度の39万トンに向けてさまざま努力されている中で、この台風21号の災害のゴミがどれぐらいの量になるかっていうのはちょっと私も分かりませんけど、で年間のゴミ量に対する影響っていうのもね、あるのかないのかっていうのも私、計り知れないので分からないんですけども、考え方として、この21号で出た災害ゴミを、30年度の、ゴミ量にしっかりとこのカウントしていくのか、それとも普段あるような災害、小さい災害があった時には皆さん黄色いゴミ袋に出たゴミを入れて出されたりするわけですから、今回の災害のゴミもその30年度に入れるのか、それとも台風21号というところで特別に除外して量としては別のものとしていくのか、ただここには不法投棄のようなものも入っておりますので、なかなか難しいと思うんですが、今もしそういうことでお考え、考え方があれば、これについても教えていただきたいと思います。八代部長。はい、今回の災害を受けまして、収集したゴミ量については今現在精査中ということでございます。ただ相当な量だというふうに考えておりまして、28年度から29年度のゴミ減量、その量が約4000トンでございます。それから考えましても、影響があるかないかといえば大いにあるというふうに考えております。ただゴミ量のカウントの仕方でございますけども、京都市内で発生したゴミ量について京都市の方で受け入れたゴミ量を通常ゴミ量と申し上げてますので、カウントするのかしないのかといえば原則としてはする必要があろうかというふうに思っております。ただし先ほど申し上げた影響がございます。統計上ずっとその災害廃棄物というのはこれまで大きなものというのを受け入れカウントしたことはございません。数字を見た中で明らかにちょっと別枠で考える必要があるのかなというようなところが、今現時点では考えとしてはございますので、そうしたことも踏まえて30年度のゴミ量でどう反映させるかというところは、少し検討をさせていただきたいというふうに考えております。森田委員。はい、わかりました。それと合わせて不法投棄対策なんですけれども、京都市も29年度で約1億円の予算に対して9000万円ぐらいですかね、支出されておりまして、今回の台風21号でですね、右京区でもね、ゴミ捨て現金というこのゴミの収集場所にあるこういう看板が飛んでいってしまいまして、これは町内で作った看板ですね、飛んでいってしまったんですが、で町美化事務所さんにご相談させていただいたら、不法投棄対策ということで、町内会でも作らなくてもね、そういった掲示をしていただけるということでしたんで、町内の方と一緒になってもよかったなということやったんですが、つけていただいたのがこういうやつなんですよ、不法投棄対策のね、字が小さすぎてよくわからないんですよね。で環境政策局として、市民の皆さんにお伝えしたいことがたくさんあるっていうのは
これを見たらよくわかるんですよ。収集日当日の朝8時までとか、まあ、曜日も書いてもらってますし、下には不法投棄は犯罪ですとかいろいろ書いていただいてるんですが、いざこの不法投棄をしようという輩がですね、その場所に来てこの説明をまあ上から下まで読んでね、まあ、諦めて帰るっていうようなことはないと思うんですが、そのもうちょっとこの不法投棄にこう訴求力のあるようなものをつけてもらうことができないのかなと、一工夫欲しいなと思っておりまして、まあ、その地域とかですね、まあ、景観とかさまざまな要因もあると思うんですが、ちょっとこうもうちょっと相談しやっていただきたいなというのを思ってました。で、他ではまあこういう不法投棄監視中見てますよあなた、こういうのもありますけど、これはあの警察と町美化事務所の連絡先が書いてあるんで、まあ、どこが作られたものかわからないんですけれども、この啓発看板もうちょっといいのがないのかというのと、この辺の改善、今後考えていただきたいなと思ってますけど、いかがでしょうか。福井担当部長。あの今先生おっしゃいましたように、あの、まあ、地元の皆様方と、それからあの京都市の方と、それからまた場合によっての警察の方とあの協議いたしまして、いろいろなあの看板についてはあの検討しておるところでございます。あの字が小さいとか、いうことについては もちろんあの自分我々もあのそこはあの理解するところでございますし、あの、まあ、要は犯罪者といいますか行為者に、そういう警告をするという趣旨がございますので、簡潔に分かりやすく、あの一方であのこれはその不法投棄は犯罪行為なんだということがあの分かるような、そういうあの、まあ、明確な看板、あるいは、その決められた日以外のところにあの時にそういうゴミを出してはいけないというようなことが簡潔に分かるような仕組み、あの看板というものを、まあ、我々も工夫してまいりたいと思います。地元の方と、しっかりと連携してあの対応してまいりたいと思います。森田委員。ぜひあの要望しておきますし、あのそういういい看板ができるんであればまた教えてください。であの防犯カメラなんかも設置しながら、ね、あの太陽の授業もされていると思いますけど、まあ、あの防犯カメラつけててもやっぱりその防犯カメラで見てますよっていうこの訴求をしないといけないと思いますので、しっかりと対策をしていただきたいと思ってます。それから次にですが、昨日私も夜ニュース見てましたら、あの IPCC このちょっと議論出てましたけど、総会で、まあ、あの今年は韓国で今されてたんでしょうかね、昨日閉幕したということでしたけど、報告書が採択されて、まあ、19世紀末からこの世界の気温が1度上昇してるけれども、2030年にはさらにこの 0.5 度ぐらい上昇して、まあ産業革命前に比べたら 1.5 度ぐらい上昇するよと、まあ、そういうようなことが言われてました。で、危機的な状況なんだと。で、あの今年の夏の酷暑の時にはですね、あの環境省がこれ制作されたと思うんですけど、2100年のね、あの未来の夏の天気予報っていうの、これまだご覧になった方もいらっしゃると思うんですけど、まあ注意喚起というか啓蒙のために作られたんですけどね、これによると、ちょっと読ませてもらうとね、今日も全国的に猛烈な暑さとなりました。最高気温は高知県四万十市で 44.9 度、名古屋で 43.9 度、東京でも 43.6 度と記録的な暑さとなっています。この暑さの影響で今日までに全国で12万人が熱中症で病院に運ばれていますと。まあ、この2100年にはこんなことが、まあ、対策をしないと、なってしまうというような、あ、まあ、ことも言われている中でですね、まあ、環境学習教育、もちろん対策もそうなんですけど、まあ、環境対策、環境学習教育もしっかり進めていっていただきたいなと思っている中で、あんまり触れられることのない北部クリーンセンターについてちょっとあのお聞きしたいんですが、南部クリーンセンターの方はあの第二工場の整備で、展望台ですとか、新たなこの学習設備については、エコロジーセンターとともに環境教育学習の中核というふうに、まあ、位置づけられているということですけれども、この、まあ、第二工場を完成しますとね、もちろんその新しい環境学習教育施設、まあ、すごいのができるということですので、まあ、市内の 小学生なんかも社会見学なんかで行かれることになると思うんですが、今あの北部クリーンセンターにもお聞きしていると学習施設というようなものがあって、
小学生の社会見学なんかにもね使われていると思うんですけども、まずその北部クリーンセンターの方の学習施設の利用状況をここを教えてください。則本適正処理施設部長。はい、北部クリーンセンターの施設見学についてでございますが、平成29年度の実績で、約3700人、まあ、ここ数年で言いますと大体4000人前後お越しいただいております。まあ、そのうち、約8割ぐらいが小学校の、まあ、授業、まあ、学校教育の一環として来ていただいているところでございます。森田委員。これはリーフレット見ますと、立体映像を見れるすごいシアターなんかもあったり、まあ、リデュース、リユース、リサイクルをメインに、まあ、学習施設ということですが、じゃあこれ第二工場南部クリーンセンターできたらですね、この今来ていただいているその約4000人の方が流れていってしまって、北部クリーンセンターの学習施設が、まあ、まあ、もぬけの殻というか形骸化してしまうんじゃないかというのを心配しておりまして、またこちらも10年以上が経過してますのでね、まあ、素晴らしい施設といえども、まあ、老朽化とかちょっとまあ時代に即さないものになってきたりというようなこともあると思うんですけど、このあたりの今後についてはどのように考えておられるのかお聞かせください。則本部長。はい、まあ、今先生お指摘のように、まあ、南部クリーンセンター第二工場の環境学習施設を整備いたします。で、まあ、そのことによってですね、小学生の特に、まあ、総合教育等でお使いいただいている部分について、まあ、北部クリーンセンター、それから、まあ、東北部クリーンセンターも、まあ、見学施設として受け入れているところでございます。で、まあ、一体的に私ども運営していきたいというふうに考えておりまして、で、北部クリーンセンター、まあ、平成19年から稼働しておりまして、確かに、まあ、今展示している施設、まあ、中身写真等は変えておるんですけども、まあ、基本的なハード部分については同じものを使っておりますが、ただクリーンセンターでの見学というのはやはりまあ、ゴミ焼却というのを、まあ、間近で、実際に見ていただけるということと、それから北部クリーンセンターあるいは東北部クリーンセンターも含めて、やっぱりやはり地元に支えられ愛されている、まあ、そういう施設でございますので、まあ、一律に、そこをもう廃止するですとかやめるということは考えておりませんで、できる限り、南部クリーンセンター第二工場と、まあ、連携をしながら地元の方にも十分お使いいただきながら活用を考えているというところでございます。森田委員。なんか似通った施設が京都の、ね、市内に何箇所もあってもしょうがないので、まあ、それぞれに特化した形でなんか目的を持たせてもらって、北部クリーンセンターについても、まあ、良いものをね、また未来の子どもたちにしっかり残していけるようにしていただきたいと思ってます。それで北部クリーンセンターに関連してなんですけれども、まあ、パッカー車がかなり出入りするということで、近くの福王寺交差点という交差点がございますけれども、そこに毎日ガードマンの方が、交通整理で立っていただいておりまして、これは、まあ、お聞きするとこのクリーンセンターの予算から出ているとやっていただいているということです。で、これ、まあ、年間どれぐらい予算を使っておられるのかと、まあ、何曜日から何曜日に何時から何時までどのような形でガードマンの方が立たれているのか、まずそこをお聞かせください。則本部長。はい、このご指摘の、福王寺交差点の警備でございますが、これは警備業者に、まあ、入札で、委託しておるものでございます。で、まあ、経過を若干申し上げますと、現在の北部クリーンセンターの前の旧北清掃工場の時代ですか、だいぶ、まあ、昔になりますが、当時の、昭和54年から警備員を配置しているところでございます。で、時々によって配備している時間帯は違ってはおるんですが、現在では委託料で、平成29年度実績では、705万円でございまして、1年365日のうち、まあ、オーバーホールあるいは年末年始を除く毎日2名を配置しております。で、時間帯は、小学校の通学時間帯以外も含めて、
朝の7時から16時30分ということで警備委託をしているところでございます。森田委員。福王寺の交差点変則で何個あるのかな、道路が6個ぐらいに分かれてて危ないんですよね。でこれ立っていただいても大変、まあ、ありがたいことですし、小学生なんか通学路であそこ歌の小学校行く子なんかが使いますので、まあ、ありがたいんですけれども、まあ、年間オーバーホールとか、なんとおっしゃってましたっけね、松年始ですか、その時に、まあ、何日かは立たれてないということですけど、16日が2週間ぐらい立たれてないって聞いたんですが、これまあそこまで立っていただいてるんやったらここあそこ危ないんでね、もう365日立っていただくことができないかなというふうに思ってまして、パッカー車が通る時間だけ別に立っておられるわけでもないですよね。16時半まで立っておられるんで、そんなに、まあ、環境政策局関連の車が通ってない時間もまだ普段の土日も、立っていただいてるんでね、まあそこの交差点のことを考えると、まあ、そこはなんとかしていただけたらなと要望しておきます。それと先ほど昭和54年からですからもう40年ぐらいでしょうか、ということですんで、まあ、今700万円ぐらいということですから、40年で、2億8000万になるのかな、合ってますかね、なんか、まあ、かなりのお金がつぎ込まれてましてね、そもそも例えば今後ずっと50年100年のことを考えるなら、あそこの交差点をなんとかそのガードマンが立たなくても安心な交差点にしていただけるようなお金の使い方ができないのかなというのを思っておりますので、まあ、この辺2点今後検討なりしていただけたらありがたいと思ってます。それともう一個関連施設のことについて申し上げますけど、山越温水プール、これはちょうど北部クリーンセンターの、余熱で、そのプールの水温管理だとか、まあ、しているという、まあ、地元の方も大変ありがたいということで、高尾小学校の授業になんかも使われているプールですけれども、ここもねちょっとこれは去年から申し上げてますけど、道路に面したこの植栽の部分があまりにも朽ち果てて荒れ果てて、ちょっとまあ見るに耐えれないような状況になっておりまして、まあ、今年は新たに何の植物かちょっと覚えてないんですけど植えていただいて、まあ、来年の春ぐらいにならないと根付いてその状況が改善したっていうのは見られないということですけれども、あそこはですねちょっとまあしっかりもう少しね見栄えのいいようにやっていただきたいなと思ってまして、で、まあ、植えた本数とかも聞きましたけど、果たしてこれで来年の春に、良いものになるのかなっていう不安もありますので、継続してここについてはお願いをしたいと思っております。今ちょっと述べたことに関しまして、ご見解また何かあればお答えいただいて終わりたいと思います。則本部長。はい、先ほどの福王寺の交差点の警備委託でございますが、7時からというふうに申し上げましたが、7時半でございました。訂正させていただきます。申し訳ございません。でそれから、まあ、これまでの、まあ、予算については29年度で700万ということになってますが、かなり、まあ、古いといいますか、以前につきましては時間帯を絞ってたということがございまして、まあ、額としては200万あるいは300万円台というのがありまして、まあ、ただおおむね1億円を超える委託料を払っていくことは間違いございませんので、でこれまでも地元の方からのご要望等を含めて関係局、まあ、建設局の方へ先ほど先生おっしゃったような歩道整備でありますとかということは要望を申し上げてきているところではございますが、なかなか実現には至っておりません。で私どもとしては、まあ、そういう中でできる限り子どもの安全、通行の安全、そしてパッカー車がきっちりと運行するようにということも含めまして、先ほど申し上げました委託で警備をしているということでございます。まあ、当面お地元の要望もございますので、これは継続していかなきゃいけませんし、まあ、16日を除くということにしておりますが、まあ、どの程度、まあ、検討できるかということについては考えさせていただきたいというふうに思います。それから山越温水プールの、
山越えのあのから見える、まあ、植栽でございますが、これもあのご指摘いただきまして、非常にちょっと時期によもよるんですが、殺風景な状況になったのは確かでございまして、昨年度末、まあ、今年の3月に、季節を見まして、まあ、植栽をしました。で今年度につきましても、まだまだあの段階的にやっていきたいというふうに思いますので、不十分でございますので、また十分、造園業者等の調整をしまして、植栽を考えていきたいというふうに考えております。進行します、村山委員。ですね、まず、焼却場養魚施設の話を少しさせていただきたいと思うんですけども、まあ、あの今日朝からあの東部山間の埋め立て地、が、どん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 耐用年数がなくなっていく中でどうするんだという議論ずっとあったと思うんですけれども、まあ、あの私も、例に漏れず、この焼却場養魚施設やりますよと言って、本来だったらとっくの昔に完成をして、使われているわけですけれども、まあ、ご存知の通り工期が遅れて、結局できなかったという結論になっているわけですけれども、まあ、これまでの、議論の中では、次の一手を打つためにこれから今考えているところでございますとこういうご発言をされていますが、その何年考えているんだということを申し上げたいわけでございまして、私はですね、もっと短いスパンで結論を出して次に進まないと何のために175億の建設費かけていろいろやらなきゃいけないんだやらなきゃいけないんだと言って10年以上前に議論したのかがわからないなというふうに思っております。もうそういう意味では、まあ、ここまで来てしまったのはそれはそれで結果としてはもうやむを得ないことでしょうけれども、一日も早く、決着を出していただくスピード感を持ってやっていただきたいというふうに思っております。その上で、私ちょっと一つ今日はご提案をさせていただきたいなと思ってるんですけれども、そもそもですね、いろんな焼却灰の施設やり方、まあ、ガス化とかですね、いろんな方法があると思うんですけど、私はもうそもそもこれやんなくていいんじゃないかと、新しい施設の建設しなくていいんじゃないかと思っておりまして、と言いますのも、リサイクル業者に持ち込むと高い高いと言われてトンあたり4万ぐらいかかるんだということで、なかなか思い切って取り組みができないんですけれども、実は京都市のゴミを全部仮にリサイクル業者に持ち込んだとしても全部で20億じゃないかと。でもともとですね、溶融炉焼却灰溶融炉の施設を作るとその年間20億の運営費がかかると。でそれに加えて、175億で耐用年数が20年ですから、まあ、ざっと1年あたり減価償却考えると9億やと、約30億近い経費がもともとかかるんじゃないかということを考えると、実はリサイクル業者に投げる方がその必要以上の先行投資もいりませんし、逆に言うといつでも撤退できるという状況下の中で、コストも私は溶融炉やろうという当時の思いからすると決して高くないんじゃないかと、このように思っているわけでございますが、リサイクル業者への持ち込みについての検討状況を、まず、お聞かせをいただきたいと思います。藤原担当部長。はい、焼却灰のリサイクルについてでございます。28年度から今年度まで、焼却灰のリサイクルについて施行実施をしておりました。リサイクルの状況も、日々刻々ということまではいきませんが、状況が変化しておりまして、議員ご指摘のようにセメント化は京都市から持ち込める距離にあるのが唯一2カ所で、早い者勝ちかなと。もう最近そのセメント化に取り組む都市他都市が増えてきまして、早く手をつけないと枠がなくなってしまうかなと思って心配をしておりましたが、我々が持ち込んでおりました太平洋セメントの藤原工場、まあ、状況を判断しましてですね、年間の受け入れ量が7000トンマックスであったところが設備投資されまして2万5000トンまで伸びたと。このままいくと、まあ、他のセメント工場ももっとこう枠が増えてくるんじゃないかと思って、まあ、焼却灰のリサイクルにつきましては、まあ、状況を注視するとともにタイミングを見計らっているところでございます。村山委員。
今くしくも枠がなくなるんじゃないかというご指摘がございましたけれども、いや僕も全く同じことだと思ってまして、だったらなおさら早くやってった方がいいじゃないかと。で枠をもう早くうちから抑えてしまって、京都市さんがずっと前から収めてもろてるからということであれば、その京都市が収めてるやつをどけて予想を入れるということはないでしょうから、それこそ今7000トンから2万5000トンまで膨らむという話もございましたし、他のところもそうだということなんであれば、できるだけ早く、枠を抑えていただいて、逆に言うとなんでそれをリサイクルについて大幅に導入しようということに何か支障になっている点があるんでしょうか。逆にあれば少し教えていただきたいと思います。藤原担当部長。この間施行を実施いたしまして、支障になるところはまずないと思っております。いくつかの課題が見つかりましたけれども、問題なくセメントになってございますので、将来、取り組んだときには大丈夫だというふうに思っております。ただ、先ほど予算の話がありましたけれども、かなりコストがかかるということで、そういう意味で言いますと、大阪湾フェニックス、本市はフェニックスにも搬出しておりまして、ある程度枠を持っております。こちらの方は比べますと半額以下ですので、当面はこの枠を最大限活用して、取り組んでまいりたいと思っております。村山委員。ありがとうございます。もちろんフェニックスは最優先で使っていただくのが一番効率がいいので使っていただくと。でそれ以外については、できるだけ、リサイクル業者に持ち込んでいただくと。でやっぱりですね、ある程度コストかかると言いながら、もともと年間 2,30 億近い予算をかけてやっぱり延命を図ろうという考えが京都市の当初からの考えでございますし、やっぱり今日も議論ありましたけど、新しい最終処分場なんかもうできないわけで、なんとかずっと使い続けられるように、できるだけ早く決着をつけて前に進めていただきたいというふうに、思います。よろしくお願いします。それからですね、ちょっと生活関連になりますけれども、年に何回かですね、市民の皆さんから苦情というか、何とかしてくれといただくのがゴミの収集についてでございます。で新しく団地ができると置く場所がないとかですね、個別収集にしてくれとか、いろんなことを皆さんおっしゃいますし、ゴミ委員が町内で決められへんやと言って、困ってらっしゃるところも、あるわけでございますけれども、拠点回収をやっていくというのは、京都市の方針でございますから、それでいいと思うんです。ただ見ておりましたですね、京都市さん、職員がゴミの収集をしてくださってるんですが、非常にこの10年で良くなりました。できちっと市民の皆さんに気持ちよく当たっていただいているということで大変感謝をしておりますが、職員の皆さんに対する、業務の対応がかなり徹底できているところとできていないところと差があるんじゃないかと。要はそのぐしゃぐしゃっとこうですね、ゴミ集積場がぐちゃぐちゃになっている状態をちゃんとですね、ほうきで履いてきれいにして行ってくださる職員さんもいれば、ほったらかしにしてそのまま行ってしまう人もいれば、あとペットボトルの時とかもそうなんですけど、なんかこうゴミが散乱せんようにこうレンガとかでこう押さえたりなさってるんですね、地域の人は。カラスネットにカラスが入ってくるの でこの石が道中に散乱してる状態で去っていかれてたりとかっていうのと、いやいや当然のようにちゃんと隅っこにきちっと固めて置いていただいてたりとかいうことで、昔に比べたら大変対応良くなってるんですが、まだその現場現場によってしっかり対応できているところとできていないところに、差があるなというふうに、感じてるんですが、現在の、職員さんに対する、指導の状況、また、現状を少し教えてください。藤原担当部長。すいません、先ほどのフェニックスの答弁につきまして、もう少し追加をさせていただきます。エコランドを最大限延命するためにフェニックス持ってるわけですけれども、この間京都市枠の拡大をフェニックスの方に強く要望しておりまして、ほぼ倍増の枠がこう取れてございますので、まずはこれを最優先で活用してまいりたいと思っております。八代部長。
はい、ゴミ収集についてあの職員、ようなっているということでお褒めいただきましてありがとうございます。私どもの方では毎年度市民の皆さんに3000人の世帯の方にアンケート調査を行いまして、ゴミ収集について、どのようなご意見をお持ちかというところで把握させていただきまして、その結果を事務所の方の、業務改善に役立てているというような取り組みを毎年度行ってきているところでございます。ただ議員ご指摘の、事務所によってはといいますか現場の状況によっては、散乱したゴミが、片付け、ないまま次の現場に行っているというような状況をお見かけになってという中でのご指摘かと思いますけれども、我々としまして、通常させていただいているのは散乱したやつについてはパッカー社の方にあらかじめ放棄ちりとり、装備してますので、それはもう可能な限り、取って、次の現場に行ったりとか、あと通常カラスネットをかぶせて、されているところありますけども、カラスネットについても道路脇に寄せたりとか、ちょっと簡単に片付けて、次の現場に行くというようなことを、職員の方には言うているわけなんですけども、ただちょっとそれができていないところが、先生がお見かけになっているような、あるいは苦情として受けられているようなケースかと思いますので、そこはもうきちっと徹底してやっていきたいというふうに思います。村山委員。はい、ぜひお願いします。本当にですね、めちゃくちゃ褒められるケースとめちゃくちゃ怒られるケースと私たちも両方あって戸惑いをしておりますので、でも昔は苦情しか来なかったのでそれに比べると劇的に良くなったとは思っておりますし、市民の皆さんがもうとにかくこのゴミの問題から、悩まされないようにぜひ、引き続きお願いをしたいというふうに思います。それとですね、もう一点はその、要はゴミの問題ってほとんどカラスなんですけれども、このカラスをなんとか撲滅させられないだろうかということで、私もいろいろ調べたり勉強したりしたんですけども、無理だということで、カラスを撲滅が、鷹を放ったりとかですね、いろんなことやるらしいんですけども、無理だと。でその唯一これはいけんじゃないかというのが、箱型の収集ボックス、ご存知だと思いますけど、あれはかなりの確率で撃退できるというか、つつけないようにできると。で今いろいろ見ておりましたら、その 2,3 万で十分折りたたみ式の簡便なやつがかなりたくさん出回っておりまして、いろんな業者のサイト見てたら、その少しでもカラスがつついてゴミを出そうやったら全額返金しますみたいな随分強気な、業者なんかもいて、これがですね、多分一番そのカラスを撃退する上で効果が一番高いんじゃないかということで、当然研究なさってると思うんですけれども、で、市民の皆さんに今カラスネット貸し出ししたいで、これ大変いいことだと思うんですけど、カラスネットでいけてるところはそれでいいと思うんですが、で逆にカラスネットしか置けないところもあると思うんですが、その道路によっては折りたたみ式が設置できる場所もう十分あるんじゃないかと思ってまして、そういうところはですね、せっかくゴミ袋からお金を頂戴してそういうのを有効に使おうということで使っていただいているわけでございますし、とにかくそこの負担が軽減されると市民の皆さんも大変お喜びになるんじゃないかと思っておりますので、ぜひですね、ちょっとカラスネットだけじゃなくて、カラスの収集ボックス、カラスじゃないわ、ゴミの収集ボックスもちょっと合わせて無償対応を検討いただきたいと思うんでございますけれども、いかがでしょうか。八代部長。はい、カラスを含めました鳥類というのはどうも臭気、匂いはあまり感じなくて、実際ゴミをつつくのは、視覚目で見てゴミをつつくというようなところがございます。で、そのために市民の方には家庭用のゴミ袋の中の、できるだけ生ゴミは内側に入れてくださいねということですとか、カラスネットをゴミ袋にかぶせるだけでは下から入っていきますので、しっかりとこう包み込むような感じで、カラスネットをかぶせてくださいということでお願いしているところでございます。で折りたたみボックスタイプのカラスネット、これは議員ご指摘の通りカラス対策としては非常に有効な手段だと思いますけども、ただご紹介いただいた中で、2,3 万という話ございました。一番小さなサイズでそれぐらいの値段ということかと思います。で一方で今現行使っているカラスネットについては、台のサイズ3メーター4メーターのサイズですけども、それが3500円、
小のサイズが2メーター3メーターで2500円ということで、まあ、大体10分の1ぐらいの値段というようなところがございます。まあ、加えて道路上の問題もおっしゃっていただきました。そういうボックスタイプのやつが置けるとこ置けないとこ、また、まあ、置いたとしてもそれをきちんとやっぱり畳むということが必要かと思いますので、まあ、道路占用の問題も含めまして、これまでからも研究しているところでございます。で、まあ、直ちにそれを切り替えるという話とか導入するという話、まだ少し研究はしていく必要があると思いますけども、通行上の問題、コスト面、また加えて修理中の効率性、まあ、その辺も含めまして、今後さらに研究の方は続けてやっていきたいというふうに思っております。村山委員。まあ、必要性はよくよくお感じいただいていると思いますので、まあ、ただ費用的な問題とおっしゃいますけれども、まあ基金積み立ていろいろやってきて、で市民の皆さんに対してこういう使い方をしますよということで、まあ、分けて予算立てしてやられてるんですけれども、まあまあ、市民の皆さんにしたらあれなんとかしてほしいという思いが非常に強いございますから、他のもん削ってでも私はそこに予算を割くべきだと思いますし、まあそれこそ共産党さんに言わせたら、もうあんな展望台作るんやったらそんな他のものに使えとおっしゃる、まあ、私そんなこと言いませんけど、とにかく予算出せると思いますし出すべきだと思いますから、なんとかきちっと取り組みをしていただきたいです。カラス被害がほとんどなくなるとゴミ捨てに対するそのストレスとか不安感とかってほとんどなくなると思いますし、そうするとまた皆さん気持ちよく朝仕事行かれるでしょうし、ご家庭に入られるでしょうし、もう本当私も朝事務所にやってきてゴミがびっくりするぐらい散乱してると、も朝から非常に嫌な気分で一日過ごすことになります。これぜひ検討をお願いしたいというふうに思います。最後になりますけど、ごめんなさい、先ほどフェニックス、ごめんなさい、倍増したという話をしていただいてましたけど、今フェニックスの受け入れだけちょっと数字だけ教えていただいて、終わりたいと思います。はい、フェニックスの本市処分枠についてでございます。教習したいです。藤原担当部長。申し訳ございません。フェニックスの処分枠、平成13年から平成39年までで本市22万リューベの枠が既存枠でございました。これが平成44年までに伸びまして、プラス24万リューベ増えてございます。はい、進行いたします。宇佐美委員。はい、よろしくお願いします。まず私から一つ目にコミュニティ改修の件で、ちょっとお願いも含めてなんですけど、まあ、コミュニティ改修、まあ、いろんな町内会とかですね、いろんな団体で取り組んでいただいているわけですけれども、まあ、これに対する助成金の制度に関してですね、今現況これ、10人以上だったら、助成金を出すと。でそれは今一定の額という認識なんですけど、その辺の確認をちょっとまずさせてもらいたいんですけど、いかがでしょうか。八代部長。はい、対象としては10世帯以上定額制ということになってございます。宇佐美委員。でそこでね、まあ、ずっとまあいろんな取り組み、まあ、こういった取り組みされる方、まあ、熱心な方がねやっぱ多いので、まあ、いろいろご意見があってですね、例えばその定額で、やってるけれども、それが10人以上だったら一定額と、例えば100人150人、こうなってきたときに結局その規模がどんどん大きくなっているの助成金が1種類だというところで、結局その同じ一つの団体なのにそれを3つも4つも割ってですね、3つも4つもその、団体を作ってですね、結局やってるという実態がね、まあ、現状あるのかなというふうに思っておりまして、その中でね、やっぱり問題としてあるのが、どうしてもその団体ごとにこれ、助成金をもらうためのですね、まあ、もらうというか、まあ、助成金出してもらうためにこう銀行の口座をね作らなあかんと、そうすると結局その3つ4つの口座をですね、こう次また人を次変わったらその人の口座をまた作らなあかんということがあってですね、非常にこれが大変だというようなお話がありましてね、
で、実態に合わせた形でですね、それをこう、例えばこう階段状にですね、例えば10人から50人までとか50人から100人とか、100人以上とかですね、そういった形でのその助成制度に見直してもらうことっていうのはですね、できないのかなということなんですけど、いかがでしょうか。八代部長。はい、コミュニティ改修の助成の目的を少しお話しさせていただきますと、改修日改修場所等の、事前の周知ですとか、あるいはチラシポスターの作成経費、あるいは排出者協力していただいた方への粗品の購入費とか、そういったものに助成金を当てていただくというものでございます。少し歴史を紐解きましたら、平成12年2000年度にコッシーの相場が、暴落した時がございました。その時には逆優勝という形で、コッシー回収業者にお金を渡さなければコッシーを引き取ってもらえないという時代がございまして、で、そうした折に、当時多都市では、先生ご指摘のような形で重量制、量に従って助成金を払うという制度が導入するところが多くございました。で、当時京都市の方では、そのあたりも含めて古市どうしていこうという中で、ただ市内にはかねてから古市回収業者の皆さんたくさんいらっしゃいました。そういったところともお話しする中で、そういった重量性なしで、引き続いて、定額制で、この古市の問題やっていこうというところで、したところでございます。実際重量制している都市の助成額を見ていましたら、人口規模によっても違いますけども、2億3億助成金に使っているという都市がございます。一方で京都市は平成29年度決算で4300万円というところで、助成額が重量制ではないために、助成額としては少ない額ですけども、回収量も2万トン強ということで、市民の協力をいただいて事業としてしておりますので、現時点では現在の事業のスキームの中でやっていきたいというふうに考えております。宇佐美委員。いや、だから実態と合うてへんでしょということを私は言ってるんです。その結局30人の団体を3つ作るわけですよ、住民の方は。現実的に言うとね、もうそれはもうそれをね、結局口座3つ作らなあかんですよ。昔やったらね、口座作るの楽やったんです。ところが最近マネーロンダリングの話とかいろいろあってですね、さあもう一つ銀行口座開こうと思ったらですね、専用口座でしょ、必要なのは。結局そしたらもうどんどんその手間がねかかるわけですよ。そしたらその実際やってらっしゃる方が次の担い手の方に引き継ごうと思った時に、また銀行行ってそれをまたやってとかですね、非常に面倒くさいことになってるというのが実態だと思うんですね。で、その実態も踏まえてですね、やっぱりある程度人数に応じてその、助成を変えるという形にすればですね、口座一つで済むわけなんですよね。で、その辺を私は申し上げてるとこなんです。その人数に応じて階段状にするっていうのは、これいろんな補助金の出し方あると思うんですよね。だからその辺ね、ちょっと考えていただいた方がですね、やっぱり10人と150人とかですね一緒っていうのも、それもなんかちょっとどうかなと思いますし、ぜひ考えていただきたいんですが、改めていかがですか。八代部長。はい、古市回収事業者の方に、お聞きしてますと、実は重量性も兼ねて検討したことあったんですけども、古市回収回ってる中で、その回収した拠点といいますか、場所ごとに重量を測るのが非常に困難であるというようなお話もいただいております。どこで測っているかというと、腰問屋の方に持ち運んで測っているんですが、その際にはいくつかの拠点の部分を回収した上での重量ということになりますので、場所ごとの、つまり団体ごとの重量の計量が困難と。で、そういった手間ですとか、あるいは申請者側の方での、本市への、請求、申告、そういったものの手間もございますので、ちょっと口座の話と、重量性の話と、ちょっと私先生おっしゃるような内容頭の中でちょっとリンクしませんけども、重量性については現在のところ採用する予定ございません。で、また加えて言いますと、それなりの規模の団体になってきますと、古市回収業者の方も一部今は古市相場安定してますので、何十
キロ当たり何円かずつお支払いになっているようなケースもございますので、それは規模に応じてそういうインセンティブが働いているものというふうに考えております。宇佐美、すいません、全く噛み合ってないなと思ったんですけど、私言ってるのは10人、150人の団体があったじゃないですか、やるんですね現実に。そうするとそれを10人で15個作ったら15個口座がいるじゃないですか、管理者がいてね。そういうふうになってしまうんですよ、一つしかないから、階段が住民の皆さん。それじゃなくてある程度その人数ごとに、その参加されている人数ごとに助成金の階段を作ったらどうですかというだけのことを言ってるんですけどね。八代部長。はい、今のお話でしたら、例えば10世帯、15世帯ごとに、助成金、それは対象にはなるんですけども、それを分けて、つまり10団体、15団体分ぐらいの助成金を得るというような話に、そういう意味でおっしゃってると思うんですけども、私どもとしましては、10世帯以上、それが50世帯でも100世帯でも、それで地域で、やっていただけるなら、それは1団体としてのカウントということで、定額制の助成金をお支払いさせていただいているということでございます。宇佐美、多分もうちょっと他の質問もしたいんですけど、もうちょっとなんか実際やってる方が手間かからんようにしてほしいなというのは率直なところです。やっぱりね、その今おっしゃってる内容ね、その役所的にはそうなんかもしれませんけどね、実際その現場どうなのかなというところをちょっともう一回見てもらった上でですね、それでやっぱりその市民の方が使いやすいような制度に変えてもらった方がいいのではないかなということを改めて強く要望したいと思います。で、次にですね、今午前中から、いろんな温暖化対策のことについていろいろお話がありましたけれども、その中で、なかなかと太陽光等々ですね、伸び悩んでると、伸び悩んでるというか、普遍化してきたという見方がいいのか、ちょっとそれは、いろいろ見方あると思うんですけれども、今後そのどういうふうに京都市としてですね、何をベンチマークにして考えていくのかなというところを少しお伺いしてみたいなと思うんですけれども、太陽光、熱、利用、いろんな、コジェネレーションとかいろんなあると思うんですけどね、私が思うのはやっぱりその、京都古い住宅も多いですし、やっぱ住宅ごとのそのエネルギー性能っていうものをですね、改めてこの指標化しながらですね、それをどういうふうに改善していくのかっていうところも考えていく必要があるんじゃないのかなというふうに思うんですね。一つ一つの個別のパーツではなくて、住宅自体のその、熱効率自体を、一つ一つ改善していくと、もちろんこれは都市計画局とかですね、いろんな省エネ改修とかいろいろやってあるわけですけれども、それをこう環境政策局としてですね、一定の指数化をしながら、それに対するその、大きな意味でのその助成なりですね、規制誘導っていうのをしていくべきじゃないのかなと思うんですけど、その辺はいかがでしょうか。森本市長。今委員ご質問のですね、住宅等に着目してどういうふうにやっていくかということなんですけども、先月末にですね、環境省がこれ全国調査ですけれども、1万世帯のデータを分析したということで新聞報道もされましたが、どういうご家庭が省エネ行動が進んでいるかとかですね、どういう場合に省エネが進むかということを分析しております。先ほどから再生可能エネルギーの話もありますが、全てのご家庭でですね、再生可能エネルギーを作るというのはほぼ不可能に近いですから、一番やはり京都市がですね、将来的に CO2 を削減していく一つの手法は各ご家庭が省エネに取り組むということだと私は思っております。で、そういう意味で今環境省が1万世帯全国データを出されて、これ地域ごとにも分析できるようになっておりますので、これにつきましてですね、我々ちょっともう少し詳細な分析をして、より効果的なですね、ベンチマークと作れないかについては考えております。ただ新聞報道を見ておりますと、例えば20窓の家にしますとですね、はるかに省エネ効果高いとなっておりますので、現在新築住宅は20窓と普遍化しておりますが、かつて作った住宅
宅あるいは賃貸住宅とかですね、私が小さい頃住んでた文化住宅みたいなところはもう全然その二重窓が二重サッシとかなっておりませんでしたし、当時のアルミサッシがですね、今は逆に熱を逃がすということでアルミサッシは良くないということでですね、断熱性の高いサッシも出ておりますので、そういうことも含めましていろんな形で分析してですね、市民の方々により省エネの進んだ暮らし方できないかということについては示していくことができるんじゃないかなと思っております。宇佐美、もともと京都ね、古い町並みがいいところなんでですね、その前提で立って考えるとやっぱり住宅のその古い家屋の省エネ化で、それをしっかり進めていくっていうのが一番必要な今ね現実的にことじゃないのかなと思うので、ぜひその辺指標化をお願いしてですね、でそれをしっかり制度的にですね、その補助金だけじゃなくて逆にその課徴金っていうのはないあるかどうか分かりませんけど、その辺は規制誘導ですよね、それをしっかりやっていただきたいなと思います。あとちょっとだけもう一点確認というか教えてもらいたいのが、海外行政調査でですね、我が党の、我が会派の議員も参加させてもらったんですけれども、海外の、ね、いろんな地域で熱効率を高める取り組みとかですね、いろいろ、拝見させていただきながら、やっぱこういったものを京都市でもですねしっかり、使っていくべきではないのか、考え方を導入していくべきではないのかということを、お話し提言させてもらっているところなんですけれども、今特に、ね、京都駅周辺とかで非常に大きなプロジェクトがですね京都市が関わってやってるわけですけれども、こういったところに関して環境政策局さんとしてそういった、地域で熱効率を高める取り組みであるとか、そういったものの導入の促進であるとか、そういったものを、求めていかれるところがあるのかないのか、ぜひ求めていっていただきたいなと思うんですけれども、その辺についてのご所見をお伺いできますでしょうか。丸本部長。はい、今後のエネルギー政策を考えていく上では熱という、再生可能エネルギーも大事なんですけども、熱をいかに、活用していくのかというのは大きな、視点で、大切な視点かなというふうに考えています。ただ、熱につきましてはなかなか、これを使っていくことにつくハードルが高い部分がございます。例えばその熱を利用するために設備を導入するにあたりましては大変コストが、初期導入コスト、ランニングコストも含めてですけども、コストが高いというような状況がございます。また熱でございますので、熱の利用というのは熱として活用するという形になってまいりますので、熱の需要がそもそもあるのかどうなのかと、熱の活用の仕方についてどうなのかという部分がございます。で、一つ目とセットになってまいりますけど、そういったことからなかなか導入したときに採算性という部分が取れてこないというような状況もあるのかなというふうに思います。また加えまして熱利用につきましては認知度が低いというような状況もございますし、熱を活用するというような技術的な部分、それからそういった事業者が十分に育ってないというような状況もあるのかなというふうに思っておりますけれども、最初の話でございますけれども、やはり熱の利用というのは大事なことでございますので、地域の特性、例えば京都であっては京都の特性を考えて、大規模な開発等がある場合につきましてそういったところで導入できないかといったことも含めて十分検討していく必要があるというふうに認識しているところでございます。よろしいですか。はい、進行します。菅谷委員。はい、よろしくお願いします。今日一日他の委員からもありました災害ごみについて私からも質問させていただきたいと思うんですけれども、他の委員、台風21号等を例に挙げて質問されていらっしゃいました。で、私平成29年度も京都市では大規模な災害というのはもちろんなかったんですけども、他都市では、あったかというふうに思いますので、大規模災害の災害ごみについて、京都市がどういうふうに考えておられるのかということに絞って質問したいというふうに思うんですけども、西山委員から、とのやり取りでもあったかと思うんですけれども、その災害ごみの処理計画というのを策定が非常に遅れていると、具体的には昨年の3月時点で 24% の自治体しか計画をしていないと。で、これちょっと質問が重複してしまうからもしれないんですけども、京都市はこの 24% には入っていないという認識でよろしいですかね。平成10年に策定をした計画があるからもう大丈夫だという認識でよろしいですか。ちょっとご答弁いただけますか。八代部長。
はい、当編 の繰り返しになるかもしれませんけども、平成10年に策定をしまして、この間、平成19年度、26年と、状況を踏まえて改定してきたものがございます。で、現在も状況を踏まえて、改定の見直し作業も行っているところでございますので、24% ですか、策定している自治体の割合の中には京都市は入っているというふうに理解しております。菅谷委員。で、具体的にお聞きしていきたいんですけども、先ほどの他の委員とのやり取りでは、その、適宜見直しをしていった計画をもとに、臨機応変に、対応していくと、大規模な災害が起きたときにその状況を見て、その時々に応じて判断をしていくというようなご答弁だったかと思うんですけれども、それでは僕は遅いというふうに思っております。具体的に今年に入ってからも西日本豪雨とかで愛媛や岡山や、広島や、いろんな自治体がですね、この大規模災害に伴って、起きた、発生したゴミの処理の置き場所に大変困っておられると。で、京都市が策定をしているその計画ではですね、ちなみにその一般的な災害ごみっていうのは一次仮置き場とか二次仮置き場、三次仮置き場で最終的な処理っていうのは順を踏むと思うんですけども、そういった具体的な箇所っていうのは市内でどういうふうに具体的に場所を決めておられるのか教えていただけますか。八代部長。はい、現計画につきましては防災計画と同様に花折れ断層が地震が生じた場合に、どれぐらいの被害が、出てくるのか、それをもとに災害廃棄物としてどのぐらい出てくるのか、それをどう処理していくのか、そういった計画の内容になっております。で、先生ご指摘の内容は発生したゴミをどこに、それを持っていくのかと、一次仮置き場、二次仮置き場と、いうような考え方もございますのけども、それがどの程度の面積の場所が必要かということも、算定の方をしているところでございます。ただ場所につきましては通常災害が発生した場合にはある程度の広い土地でしたら、我々の災害廃棄物の置き場所だけではなくて、まずはお困りの皆様の、住居の問題であったりですとか、あるいは支援物資の物資の置き場所であったりですとか、あるいは、自衛隊と支援部隊の駐屯地であったりですとか、さまざまな広いスペースの活用については使われる可能性ございますので、まずは、あらかじめどういった使い方が想定されるのかというのはもうすでに防災計画の方で、イメージはしているんですが、実際の使い方については災害が起こった状況を見て、速やかにどういった用途で使っていくのかというのは、関係者各局部が集まった上で決めていくというような内容になっております。菅谷委員。すいません、僕の質問の仕方が悪かったかもしれないですけども、もっと分かりやすくイメージをさせていただきたいのが、もう僕は北区に住んでるんですけども、市内全域を襲った大規模な災害が発生したときに、じゃあ北区に住んでる、僕は紫の学区っていうところに住んでるんですけども、紫の学区の人間たちはじゃあどこに自分の家が例えば崩れたその災害ごみはどこに運んだらいいのかっていうところは具体的に候補地として上がってますでしょうか。八代部長。はい、市内で広域的に災害が発生した場合、その時には例えば今先生例にある学校の名前もお出しになりましたけども、その場所のにお住まいの市民の方にはどこに運んでもらうか、そのあたりの細かなところまでは決めておりません。災害した、発生した状況に応じて、そのタイミングで速やかに情報収集した上で、先ほども繰り返しになりますけども、どういった用途で使うのかというところを決めていくというふうになってきております。菅谷委員。僕はテレビを見た状況でしかあれですけれども、実際に被災をされた方っていうのは、一日も早くその生活を元に戻そうということで、ゴミはどこかにやりたいわけですよね。それを皆さんとしては災害が起きました、でその当日なのか翌日なのか分かりませんけれども、どこかで集まって、じゃあ
情報収集をしてここにしようかっていう、まあ、非常に、まあ、悠長なんじゃないかなというふうに思うんですよ。まあ実際に起こってみてもともと想定していた場所が使えないとかっていうことはあるかもしれませんけれども、一旦例えば1次候補とか2次候補とか3次候補みたいに、仮の置き場を考えておくというところがあってもいいんじゃないかなというふうに思うんですけども、いかがでしょうか。八代部長。はい、まあ、今回あの西日本豪雨の中で、まあ、報道でもいろいろございましたけども、まあ、とりあえずあの家屋内のゴミを出したいというのはあの市民あ先生おっしゃったようなあのことだと思います。ただあのそれが今回あの見てますと道路通行上の阻害になっておったりとか、まあ、いろいろな支障が出てきているところでございます。で、まあ、そういったあの状況も、まあ、見る中で、まあ、最低限ですねあの家の前に出していただく、あるいはあの比較的広い道路のところにまずは出してもらうとか、まあ、そういった対応が現実的にはあの第一の対応かなというふうに思います。加えてあの速やかにあのそういった一時仮置き場とかの場所があの決めていく必要がございますので、決めた上で、そちらの方に持ってきていただいたらあのゴミとして受け入れさせていただきますということを、まあ、分別の話と合わせまして、速やかに住民の方に情報伝達していくことが必要かというふうに考えております。菅井。まあ、あのもう一個の質問をしたいのでもう終わりますけれども、先ほど答弁されたのは、まあ、僕は冒頭にあの大規模災害をあの絞って質問しているわけで、まあ、今回の台風21号で他の委員さんが質問されたようにあのどこから来たかわからない木を回収してくれたとかそういう対応は今回の対応で良かったと思うんですけども、先ほどご答弁されたようにゴミが発生したものをそれぞれが各自の家のところに置いていったらそれって対応できるんですかね。本当にあの皆さんがテレビでご覧になったような大規模災害のゴミを自分とこの家にそれぞれが放置するっていうことが具体的な対策としてそれあり得るんですかね。僕はあの広いところに普通に一般的にここに書かれているような一時仮置き場であったりとか二次仮置き場っていうのを設定をして皆さんがそこに持って行ってもらうっていうのが現実的な対応だと思いますので、先ほどの答弁っていうのは、まあ、僕の質問の仕方も悪かったですけども大規模災害の時の、対応としてはまずいかというふうに思いますので改めて、お考えをお聞かせください。八代部長。他の質問もあるということで簡潔に申し上げますが、あの今回倉敷の間引あのその様子も私どもも見てまいりました。あのそうした中で一時仮置き場決めたあ、まあ、決められたわけですけども、そこに一斉にあの事業者さんも含めましてあのゴミの収集車両が何台も並ぶというような状況もございました。現実的な対応としてはまずは家の前に出していただくのも一手段かというふうに考えておりまして、それについて、まあ、順次あの行政等が収集するということもあの考えられるのではないかと、まあ、その方が、むしろ良い場合もあるのではないかというふうに考えております。あの5時を回りましたが質疑予定者はあと少しでございますので休憩せずにこのまま続けたいと思います。協力のほどよろしくお願いいたします。菅井。わかりました。あの、まあ、プロの方が考えておられることなのであの、まあ、僕の考え一つの案だと思って聞いていただきたいんですけれども、まあ、まさに先ほどのご答弁にあった他の自治体がそういったことをしてあまりうまくいかなかったというのはまさに見積もりが甘かったからですよ。じゃなくて、もっと積算をきちんとして、足りるだけの広い場所を確保するような計画を作っていただきたいんですよっていうことを要望しておきたいというふうに思います。もう一点が、落ち葉の堆肥の助成制度についてお尋ねしたいんですけれども、30年度の予算は非常にあの予算が減っておってですね、ここもと数年は低調だったというふうに思うんですけども、この現状ちょっとご説明いただけますでしょうか。よいしょ。八代部長。はい、まあ、落ち葉の堆肥化事業につきましては、まあ、平成22年度からあの制度を開始しまして、まあ、これまでで累計で304団体 の, あの、皆さんに取り組んでいただいているところでございます。まあ、制度の目的としましてはあの堆肥化するのにあの少しあの場所を作ったりとかあのいうことで、まあ、それの、まあ、少しお金かかりますので、まあ、インセンティブとしてあの助成させていただいているわけですけども、まあ、そういった中で、まあ、近年
年は申請団体が減っているということでございますが、実際には304団体の中で今日まで継続して活動していただいている団体もございます。だいぶやっていただけるような団体は、ほぼ申請の方を、いただいてきているから件数は減ってきているのかなというふうに考えているところでございます。菅谷委員、累計で300団体というふうにおっしゃられて、現在も活動している団体、ちなみに何団体あるでしょうか。で、助成が多分3年で切れると思うんで、ちょっと使い勝手が悪いのかなというふうに思うんですけども、その現在の活動している団体の数を教えてください。八代部長。はい、助成は、3年間、に限ってということでございますけれども、現在も継続して活動していただいているのが84団体ということになってございます。菅谷委員。で、ちなみに、30年度なんですけれども、話によれば、助成の件数が、昨年の29年度の決算よりも、ペース的には増えているというような話も聞いているんですけれども、それは事実ですか。八代部長。はい、29年度は新規が2件、それから2年目3年目の継続申請が7件ございました。今度についてはそれを上回るペースで現在のところ申請が出てきているという状況でございます。菅谷委員。はい、平成29年度、新規がたったというか、残念ながら2件だったということで、聞いてると平成30年度上期だけで5件ということなので、非常に今年に限っては調子がいいというふうに思うんですけども、来年度以降この助成制度はどのようにしていくお考えかお聞かせください。八代部長。はい、制度開始から、10年が経つ中で市内で実施しようとする団体は正直申し上げて少なくなりつつあるかと思います。ただ潜在的なニーズというのもあるかと思いますので、その掘り起こしも含めまして考えていく必要があると思います。極端に来年度からもうこの授業をやめますという話ではなくて、実際に活動されている方のお声もお聞きしながら制度のあり方については考えていきたいというふうに思います。菅谷委員。分かりました。利用者の方からは、ちょっとその助成制度が使いづらいというようなお声もあるみたいなんですけれども、その助成の内容をですね、見直すというようなお考えはありますか。その先ほどの答弁だと、ニーズは間違いなくあるのでこの助成制度は引き続きやっていこうということだと思うんですけども、その中身を、利用者の先ほどおっしゃられた声を聞きながら、ブラッシュアップしていくなりというお考えありますでしょうか。八代部長。はい、制度をスタートしたときには申請年度、単年度に限っての助成でございましたけれども、ニーズをお聞きする中で、追加で物品購入等が必要という中で2年目3年目も助成対象に加えますということで、ただちょっと上限は少額になりますが続けているというような状況がございます。でちょっと今後についても、この制度に限らずですけれども、そのニーズですとか、状況に応じてこういう助成制度については見直しを順次図っていくというようなことが必要かと思います。その結果制度はもうこのままいうことも十分ありえますけども、できるだけ団体として取り組んでいただけるのが増えるように考えていきたいというふうに思います。菅谷委員。わかりました。昨年の10月の京都新聞の夕刊にこの取り組みが、取り上げられていて、最後には、より活用しやすい制度にするため助成、年数や対象助成額などの改善を検討したいというふうに、コメントされていらっしゃるので、皆さんのお立場からしたらこの、助成制度というのは間違いなくニーズがあるというふうにおっしゃられたので、そこら辺現状も踏まえて、より普及しやすいような見直しというかですね、をご検討いただけたらというふうに思います。以上です。はい、進行いたします。山本委員。
ではよろしくお願いします。環境政策局、特にこの間、ゴミの減量ということで一生懸命取り組んでこられまして、ゴミの削減、82万トンから、半減させるんだということで、昨年度決算年度で、一定達成をされたということで、本当この間の取り組みに敬意を表したいと思います。有料化も含め、市民の皆さんの、協力なくしてはできなかったことかなと。で、今日の質疑でも、ゴミの減量のおかげで、エコランドがもう延命で、プラスこれから50年、持つんじゃないかというような話にもなってまいりましたし、清掃工場の見直しにも至っているということで、非常にゴミの減量については全体的にいい流れが生まれてきたんじゃないかなというふうに思っています。ただ、そろそろこれからが勝負どころかなというふうに思うんですけれども、今京都市で特に取り組みを強化されているのは、食べ残し、フードロス、食品ロス、食べ残しと雑紙かなというふうにいろいろ読んでて思うんですけれども、食べ残しについては今日だいぶ質疑があったので、ぜひとも取り組んでくださいと。あと特にホテルとかでね、僕らも本当に心苦しいんですけども、出されていながら食べれないっていうようなところもあるので、その辺の工夫っていうのも、何かしらあるかなというふうに思うんですけれども、そういうところでの取り組み、ぜひ力を入れていただきたいということを申し上げております。でもう一つが雑紙ですね。この雑紙の制度が、分別が始まったのが平成26年から、全市展開だというふうに思いますけれども、雑紙、その平成26年の時点では、全市で、大体 3.4 万トンあったというふうに、思いますけれども、それ以降どうですか、この雑紙って減ってますでしょうか。八代部長。はい、直近の平成29年度で、雑紙だけで言いますと、家庭ごみの方で 2.2 万トンということになってございますので、先生おっしゃったのは24年度あたりの数字なんですけども、この間1万トン以上雑紙については減ってございます。山本委員。ありがとうございます。回収の方でも1万トンぐらいの回収があるというふうに理解してよろしいでしょうか。八代部長。はい、今申し上げた数字につきましては、家庭ごみの黄色の袋に入っていた量が、かつては3万4000トンあったのが今は、2万2000トンまで減ってきているということですので、その1万トン強というのは古紙回収の方に回っていると、もしくはコミュニティ回収とかもございますけども、そういったリサイクルの方に回っているということでございます。山本委員。総じて、じゃあ大体3分の1ぐらいの方々は、雑紙の協力をしていただいているのかなというふうに思います。ただちょっと、まだ3分の1ですね。ぜひ半分、また、100% 目指してこれからも頑張っていかなきゃいけないわけですけども、やっぱり雑紙っていうのは非常に分かりにくいっていう話を聞くんですね。新聞じゃなくて紙、雑誌じゃなくて紙で、ファックスの紙とかは飽きません、紙コップの紙は雑紙じゃありませんとか、要するに、なんだ、封筒のあれとか、その辺の雑紙っていうのはこれですよっていうのをもう少し、そもそもごめんなさい、分かりにくいんです。それをやっぱ分かりやすく説明をする、広報するのがやっぱり役所の仕事ではないかなというふうに思いますので、その辺の取り組みについて今どのようなことをされているのか教えていただきたいと思います。八代部長。はい、雑紙の周知についてでございますけども、これまでからイラスト入りで、さまざまな機会を利用して、広報をさせていただいております。イベントとかでも実際に物を、現物をお示し、させていただきながら、こういったものが雑紙ですよというような周知をさせていただいております。もう一つ、私どもの方から市民の皆さんにご説明する中で、紙マーク、それが商品についてましたら、それはもう雑紙としてお出しいただいたらいいですよという説明をさせていただいておりますのと、間熱紙とかは本当はリサイクル上は良くないんですけども、最近は製紙メーカーもだいぶそのあたり機械が良くなって
というところもありますけれども、まあむしろあまりこのこれは脱ガミかこれはそうじゃないかというよりも、まあこれは神だなと思ったらもうとりあえず出してくださいというようなことで、まあある程度はもうそれで受け入れていただいてますので、まあそういったことを、まあ市民の方には場合によったらそういう言い方もさせていただいているところでございます。山本委員、ちなみにこの雑紙っていうのはもう一回リサイクルして紙になるっていう理解でよろしいでしょうか。八代部長。はい、異物を除去した上でリサイクルの方に再生紙の方で、リサイクルされているということでございます。山本委員。わかりました。政令市の中では一番1人当たりのゴミの量が少ないという、京都市、それも一つの自慢だと思いますし、今後もこういった取り組みしっかりと進めていただきたいというふうに思います。あとフードバンクで、昨年4件の女性があったというふうに、思いますけれども、ちょっと具体的にどういう団体でどういうことをされたのかということを教えていただけますでしょうか。八代部長。はい、29年度につきましては4件、について助成させていただきました。その中でいわゆるフードバンク活動をされておりますのが、2団体また後の2団体は京都生活協同組合さんの方と、それと、消費者問題に取り組んでいらっしゃるコンシューマーズ京都という、団体、いずれも食品ロスの問題について取り組んでいただけるということで、フードバンク団体2団体と合わせて助成させていただいたというところでございます。山本委員。ちなみにこれ予算がそのいっぱいになった段階で応募締め切りますよっていうような案内だったと思うんですけれども、ごめんなさい、その決算ベースではもう予算はもう使い切ったということでよろしかったでしょうか。八代部長。はい、1団体あたり、上限50万円ということで、もともと平成29年度は、4団体程度だろうということで200万の予算を組んでおりました。決算としましては、4団体の助成で112万円ということでございますので、まだ少しゆとりといいますか幅がございまして、追加も受け付けておったんですけども、結果としては4団体だったということです。山本委員。わかりました。こういう民間の取り組みもぜひ後押しをするということも必要だと思いますし、予算的にも少し残ったのであれば、また引き続きの広報というものも大事ではなかったのかなということはちょっと申し添えておきたいというふうに思います。あと、エコ学区の関係で今日午前中も少しありました。これまで、平成23年から、ずっと28年までやられてきて、222学区、全ての学区が、一回りをしたということについては確認をさせていただいております。で、この決算年度ではより学区の主体的な取り組みをなんか後押しをするというようなことになってるんですけども、ちょっとその辺の具体的な中身が見えないんですけども、このステップアップ事業っていうのはどのようなことをされたんでしょうか。山中担当部長。はい、ご説明いたします。当初しておりましたエコ学区事業もいろいろなメニュー支援メニューで、学区の皆様の、活動を後押ししていたところでございますが、ステップアップ事業につきましては、例えばですね、小学校と連携して、地域独自のエコ学区活動を、半年程度行っていただくような新しいメニューなど、さらに、地域で活動していただけるような、メニューをさせていただいております。またそういうものにつきましては意欲のある学区を、全市から、募集いたしまして、手を挙げていただいて、こちらの、委託しております、エコ学サポートセンターの方から、いろいろと、支援をさせていただいているというようなことがございます。山本委員。わかりました。それぞれの学区で、うちの学区でも当然やりましたし、エコ学区だっていう時はすごく盛り上がって、地域の方々も一生懸命いろんな活動をされていたんですけれども、なんかエコ学区が終わるとその継続の事業っていうのがなくて、なんていうのかな、なんかもう
先細いのようなもうエコ学区は終わったのかみたいな雰囲気が、まあ、地域では漂っているので、まあ、それをこうどうやってもう一回 火を焚きつけるかっていうのは必要なことではないかなというふうに思いました。であともう一つですけど、先ほどそのやる気のある主体的なところをがまずね手を挙げてもらってというところはありましたけれども、逆にですね役所から、まあ、判断をするっていうのはできるかどうかあれなんですけども、例えばそのゴミの分別とかでここの地域はちょっと分別があまりうまくいってないなとか、ここの地域はあまりそのなんていうのかな、家庭部門の CO2 の排出削減がうまくいってないとか、そういうのをこうある程度こう絞ってですね、逆に役所からやりませんかみたいな仕組み仕掛けっていうのも必要ではないかなというふうに思うんですけども、それについてもお答えいただければと思います。山中担当部長。先ほど少し言葉足らずでございまして申し訳ございません。先ほど申しました手を挙げていただいてやっていただくというのももちろんなんですけれども、エコ学区の宣言をしていただいた後、エコ活動を学区それぞれの学区では、地域の実情に応じて今おっしゃったような、ゴミの分別とか、回収の関係ですね、そういうことも含めましていろいろとメニューに沿って、継続して今も取り組んでいただいているところがもうほとんどでございます。はい。で、その中で、先ほど申し上げましたエコ学サポートセンター、こちらの方から、私どもの方から、学区の、推進していただいているリーダーの方に、例えどういうことが必要かというようなことも含めまして1年に1回お手紙を差し上げまして、その学区ごとでどういうことをしたいということも伺った上でサポートをきめ細かくさせていただいているところでございます。山本委員。可能性はすごくあると思うので、いろんな方法と可能性がたくさんあると思いますので、ぜひとも引き続き役所も地域も一緒になって取り組んでいただきたいと思います。最後なんですけども、どういう京都ということはもう皆さんももう死ぬほどお馴染みで、我々もそうですし、どうですかね、京都市民の中でもだいぶ浸透してきたのかなというような気もしますけれども、市民総ぐるみで、環境にいいことしましょうというような京都市の、キャッチフレーズであります。で、一方で京都府の方でもですね、京都府でもこう府民一緒に環境にいいことしましょうみたいな取り組みをキャンペーンをされていてですね、そのキャンペーンの名前がですね、あまり聞くのはちょっと酷かもしれないんですけども、 We Do 京都っていうんですね。京都市が Do You 京都って言って、なんか京都府が Yes We Do京都って答えてるような、それがいいのかどうかも含めてですけれども、このネーミングについてどう思いますかっていうのはちょっとあまりかわいそうなので、おそらく京都市の方が先に名前をつけたんだと思います。Do You 京都っていうのは、ただ京都市も当然京都府内ですし、私もこの We Do 京都って書いてある未来をですね、京都市内で見かけたことがあって、なんでこれだと思ったら京都府の、広報 PR の車だったということで、なんかこう違和感を感じるようなところがあるんですけれども、この辺うまくいかないもんなんでしょうかね。山中担当部長。はい、Do You 京都につきましてですが、もうすでに、先生方よくご存知の通り、もともとが、京都議定書の採択10周年の記念したシンポジウムで、が19年8月で、ございましたけれども、その当時、ドイツの環境省であられたイケン・メルケル首相が、京都にお越しになった際に、Do You 京都は環境にいいことをしてますかという意味で、世界で使われていますよということをご紹介されたというふうに私どもも伝え聞いております。この、
ご紹介いただいたその京都という、名前がですね、都市の名前を超えて環境をいいことするという意味で使われているということは私どもにとっても非常にあの誇りのいいことかなと思っております。で、ですいません、ちょっと私も、間違えまして、メルケル、首相が、環境大臣であられたのはちょっとCOP3の時だったということでございます。でこの、京都というものがそういう、環境にいいことをするという意味で使われているということはあの京都市にとっても、誇りに思うことでございますし、またこの間あの京都府さんにおかれましてもあの同じようにどういう京都という言葉合言葉にお使いになっていろいろな取り組みをされてきたと、承知しております。でその、ご紹介いただきました We do京都プロジェクト、京都府のウィドゥ京都プロジェクトでございますが、これにつきましては、昨年、京都議定書誕生20周年ということで、京都府さんの方が、その20周年の、記念する事業として、始められたというふうに承知をしております。私どもといたしましてもそのドゥ京都が、まあ、ウィドゥ京都という、まあ、一定京都府さんの方がそういう答えを出されているというふうに、書いていらっしゃいますけれども、そういう、京都という、名がですね、環境にいいことをするということで、京都市内だけでなく、府下または、全国にですね、広がっていくということは、いいことだと考えておりますので、今後も、京都府さんとも協調しながら、環境政策を取り組んでまいりたいと考えております。山本委員。わかりました。あのこれはまあいいか、あのまあうまいことをやっていてください。ありがとうございました。はい、はい、以上で環境政策局の審査を終わります。理事長ご苦労様でした。で明日10日、水曜日は午前10時から文化市民局の審査を行いますのでよろしくお願いいたします。本日の分科会はこれをもって散会いたします。委員の皆さんご苦労様でした。